皆さんこんにちは人生100年時代元祖ポートフォリオワーカーのマダマ法ですポートフォリオワーカーというのは今年このように小学館さんからご本を出していただいたんですけれども複数の収入を持つ生き方ということなんですね複数の収入ですから例えばあ、リョウさんこんにちはよろしくお願いします この複数の収入があるっていうことは多くの人は例えば会社にお勤めをしているとその会社からの収入が一つところが今のコロナのように人生にはいろいろな不足できないえ出来事っていうのがあるんですねでそういう時にもし収入が一つだけしかないとあなたの責任ではないんですけれどもこのようなコロナとか戦争とかまたは こう地震災害、火事とかが起こって、働けなくなると、収入が止まります。あ、ボビーさんも、こんにちは。あの。今日もよろしくお願いします。いつもボビーさん、ありがとうございます。まあ、そういった意味で、何かが起こったときに、働けなくなって、収入が止まる。これは、まあ、労働収入と呼ばれるものなんですね。私の場合は、二十五歳で、実家の父が病気になったがために、介護離職。 そしして介護貧乏になりましたその時に初めてこの収入っていうのは自分が働けなくなったら止まる収入と働かなくっても権利的な収入とか不労収入っていうんですけれども収入が入ってくるだからお金持ちはだからお金持ちなんだっていうことに実は25歳でで気がついたんですこういったことは大学では教えてくれません。 私の大学もアメリカでは名門校なんですがこんなことを教えてくれません逆に言えばこれを教えてしまえば大学に行く意味もちょっと半減してしまうんですねもちろん学者になるとか論文を書くのであれば大学に行ったらいいかもしれませんがそれ以外であれば他の投資とか自分のビジネスをして収入を取るその方がお金持ちになる可能性もありますし特にこちらにあるポートフォリオワーカー 複数の収入があれば。お金のために、我慢をするとか、お金のために嫌な人と付き合うということが、不要になってきます。まあ、例えば、年収一千万円あるとしても、一本しかなかったら、その一千万円の収入にしがみつかなきゃいけない。もう、そのために、あなたは。 家族を支え子供のために働かなければいけないだけれども例えばね同じ合計1,000万円でもそれが200万円ずつ5つの収入であれば1つの仕事でお客さんと喧嘩をした 上司と喧嘩をしてクビだって言われたとしてもそれは200万円減るわけであと800万円の収入があるこのように考えていただきたいんです。あ長谷川さんんももこんにちはいいいいつろろ温かいメッセージありがとうございますということでじゃあこのポートフォリオワーカー複数の収入を持つためには、まあ、ここに詳しくノウハウとかが書いていますのでこの小学館さんから買ってください。アメリカ在住の え長谷川さんもあの日本のアマゾンからアメリカの住所にちょっと追加料金で送ってくれるんですよ1000円ぐらいでですから買ってください <laughs> ということであ、あのキンドルがありますから本あのオーダーしなくてもキンドルで即瞬間。あの 皆さんの iphone とか ipad で読めることができますどうもありがとうございますということでじゃあ多くの方からの質問を受けるんですね実はあの私は皆さんにまあ有料でオンラインセミナーを月に2回行っていますでちょうど今この facebook ライブの前にオンラインセミナーが終わったんですがそこでもこの質問がいつも皆さんから 伺っていたので、まあその詳しくはそちらの方でお話をしたんですが。大雑把に言いますと。起業をするべきか。投資の道に行くべきか。これあの二つの。ケースが考えられるんですね。例えば、まあ多くの皆さんのようにも大学を出て。社会人としてどこかにお勤め経験のある方。もうすでに。働いている経験のある方であれば。そのまま。 投資の道を歩むか、または同時進行ですね。自分でビジネスも始めて投資の道もするちょうど私の場合も不動産それからまあお勤めというこの両方を二足のわらじでやってたんですけれどもアメリカの企業の場合はもう私が新卒の時から企業が副業禁止なんてことができない。 もうそういうい法制度があったんですねですからアメリカ人のサラリーマンみんな副業しているのが当たり前っていう時代で私は最初から不動産投資を始めましたですけれども逆に例えば皆さんがまだ学生さんとか新卒大学を出たばかりとかまたは皆さんが専業主婦で一度も働いたことがないという方であれば多分投資はちょっと後に伸ばしてまずは ビジネスを始める起業を始始めめるる業っていうところからなさった方がいいいと思います。でこの起業を始める、まあ、ビジネスを始めるっていうことなんですが私自身はネットワークビジネスでは財をなしていませんけれども逆に周りに頑張っている友達がいて例えば あの自分のこだわりのないもの,あの洗剤とか歯磨きとかこだわりがないのでそういったものはアムウェイの友達から買ってこの彼女にお金儲け、あけ少しでも利益がいけばいいなそのスーパーとかあのドラッグストアで歯磨き粉を買うよりは彼女から買ってあげようそれとか,そのなんかエッセンシャルオイルっていうんですかねあれでも、まあ、あのホールフーズとかオーガニックのお店でも売ってますけれども、まあ、同じ買うなら私あのマッサージ 通ってるんですそのマッサージ屋さんマッサージセラピストがあのたまたま使っているエッセンシャルオイル。 ヤングリビングとか言うんですけどじゃあ彼女から買ってあげて、まあ、家であのアロマの香り楽しんでたりとか、まあ、そういう感じで知り合いがいろいろとネットワークビジネスやってますから私自身はネネットワーーークビジネスのサポーター擁護者なんですねなぜかっていうと私自身は不動産の投資から行きましたから不動産っていうのは大きなお金がいるんですよもう1000万円とか100万円単位のお金がいる。 それも投資っていうのは100%成功はギャランティーないんですねどっちかっていうと投資の世界は1000密のうち3つ成功すればいいですから1000やったら 個は失敗するもしくは不動産の場合はお金が塩漬けになって今日やって明日すぐ売ってみたいなことはできないんですね。ですから不動産投資までできる人っていうのはある程度100万円単位一千万数千万円単位のお金があの投資をしてすぐに戻ってこなくってもそのも ないと思ってもいいぐらいの富裕層じゃないと不動産投資はちょっとできないじゃあ株はとかっていうと株とかもある程度まとまったお金がいるんですねまあ、そういった中では私は一般の人まだ何にもやったことがない主婦とかであれば逆に ネットワークビジネスそのアムウェイでも何でもいいんですけど一応あの名前の通ったネットワークビジネスですね訳の,の分かんないネズミ講だとこれまた危険なんですけれども、まあ、そういったところに行ってリーダーの方からまずビジネスのノウハウ手ほどきを受けるっていうのはいいと思いますあと何がいいかっていうと、まあ、私あの20代にレストランもやってたんですよあるフランチャイズに加入してそしたらねレストランとかって 本当にお金がかかるんですね。あの調理器具っていうのがめちゃくちゃかかるんですよ。ちょっとしたレストランでもやっぱりこう数千万円なんかは？ もう当たり前なんですね私の友達はある自分でチェーン店やってて1店舗1億1ミリオンかかるんですねですからそういったことを考えると、まあ、その本当にビジネスを始めたい方はネットワークビジネスであればまあ10万円とか20万円とか30万円とかそういう金額ですよね。最近日本でも スキンケアの F&R とか,なんかそれも流行ってるらしくってフェイスブックの友達申請が来ると大体そのスキンケアのやってる方かあとなんか分かんないんですけど SNS 在宅ワークとかっていう方からのが来てで承認した途端にもう入りませんかって勧誘が来るからちょっとそういうのはそういう過激なのは困るんですけどね。だけど公平な目で見て ああいうネットワークビジネスから一般の方は入るのはその数十万円でビジネスが始められて一番いいのはやっぱりその日本でもアメリカでも消費者は。 政府によって保護されていますからクーリング・オフ期間、まあ、その20日とか30日とか国によって法律が違うんですけどクーリング・オフがあってその間ダメだったら返してお金が戻ってくるこれぐらいいいことないですやっぱりね私みたいに投資とかビジネスとかやってる人間にとっては例えば不動産ですよ不動産投資で、まあ、仮に1億円投資して銀行からお金借りますよねで30日やってみてみ ダメでしたお客さんが来ません銀行に行ってこれなかったことにしてくれますかねあの物返しますからなかったことにありえないんですよ例えば皆さんがあの女性は絶対やりたがるのがセレクトショップとかカフェベーカリーですねカフェベーカリーも数百万円のお金を銀行とかから借りるかもう親戚とか友達から借りまくってお金を用意するんですよね でやっぱりお店「はいオープンしましたなんかエステサロンオープンしましたヨガです」とか言って30日間もうお客様が来ない行列なんかできない仕方がないから駅の前に立ってそのティッシュ配ったりチラシ配ったりするんですけどこの30日間待ってもお客さんが来ないだけど自分はお店を開けるためにまあ何百万円か数千万円かお金を借金をしたりしてもう。 あの日割り計算、毎日金利が出ていくわけですよね。で、そういった時に30日やってダメだったから、これすいません。なかったことに銀行とかビジネスの世界でありえないんです。まして、ど素人その専業主婦だったとかまあ、ちょっとサラリーマンやっててちょっとなんか企画やってたからって言ってもね。 サラリーマンで会社のお金でやるのとその社内企業ってやるのと自分のお金で自腹を切ってやるっていうのは全然ストーリーが違いますからもう真剣さもう自分の自腹切ったらもう夜中もお,お,かお客さんが入ってこなかったらあの借金どうやって返そう今月の支払いどうしようとかってね夜中も眠れないとかってこともあるんですよ。ですからやはり企業ビジネスをするか投資をするかっていうとまずは。 あなたが会社員とかの働く経験があるのであればもしかしたら投資から入ってもいいかもしれませんし私のように同時進行で不動産投資もしながらレストラン経営もしてみたいみたいなのもいいんですけど今のようないろいろなお金に絡む悩みもう自分は新聞広告売ったら行列ができるかと思ったら行列ができなかったりとかね。 もういつもレジのお金計算してああ今日も赤字だとかってなったりそういうところにあなたが耐えれるだけの神メンタル強い精神力があるかどうかなんですけれども、まあ、そういったことは普通の方はもうできないんですよ。ですからそれでもやりたい、まあ、もちろんポートフォリオワーカーというのはいろんな副業とかやるんですけどもそれでもやりたい複数の収入を持ちたいっていう方は多分。 あの名の通ったネネットワークビジネスから始めることを私は推奨しますですから私の場合は私自身はネットワークでは財はなしていませんがやっぱり友達がねアムウェイで洗剤を売っているこの友達がこっちでスキンケアを売っているこの友達がこれでビタミンを売ってるってなると私のこだわりのないものまあごめんなさいスキンケアとサプリは私はこだわりありますけどそれ以外のものであればそのね ドラッグストアとかスーパーが儲けおるんじゃなくて私は友達に儲けさせてあげたいだから友達から買いますまあそういうことですじゃあ話が戻ってじゃあもしあなたがもうすでに社会経験があってその会社員としてのお勤め経験もあるとなるともうそのままビジネスを始めてもいいし投資を始めてもいいと思いますただ一つ言いますね まあ、もっと詳しくはこの私のオンラインセミナーであのもっと詳しくお話をしてるんですが投資の世界は甘くないですこれだけは言っておきますねいろんな商材がありますよねなんか株の,あのオンラインの学校とかあのブログでこれあのなんか有料メルマガでこれ教えますとかはっきり言いますそんなもので大金持ちになるのであれば一番なぜその人はあなたに お金をもらって教えるんですかもし本当に儲かるのであれば多分人に教えない教える必要がないもちろん私のようにちょっとあの変わった人間でもう自分は十分あの恵まれたのでやっぱり皆さんにっていうことで あの本当にななんかたただみたいなお金で教えてるあの社会貢献ということでやってる人がいます。それでやっぱり皆さんいろんな商材見てるとあの私と同じように例えばあの FX とかでもオクトレーダーの方の中にはもう本当になんか気持ちだけもらってあの本当に教えているんだって貢献しているっていう方も中にはいますけどほとんどは自分が儲かりたいがためにあなたに商材を売る。あなたに何か レッスンをするだだっててて考えてみてくださいあの集客方法とかって言ってあれだけフェイスブック集客法 YouTube 集客法集客集客ってあるのはやっぱりはい今までママだった人がママで起業しましたとか今までサラリーマンだった人があの一番危ないのは。 ずっと一生サラリーマンでいて定年退職の退職金でラーメン屋さんをするとかビジネスをするあれ一番危ないですねやっぱりサラリーマンでいるといのとビジネスオーナーでいるというのはさっきお話しした色々もろもろなことがあって全然。 もうマインドセット神メンタルのレベルが違うんですねましてお金で毎日赤字が出ていくとかっていうのはサラリーマンの方は経験したことがないと思いますもうちゃんと給料日に給料が来るのが当たり前と思っているもしくはサラリーマン社長でさえなんかあの家賃,家賃の手,なんか手当てを交渉するとかねだけどオーナー社長の場合はそういうのは一切なくて全部リスクを背負うそういったことを ずっとサラリーマンで経験のない方が退職してからとか今のコロナで解雇されたお金を元にってこれ絶対危ないですあのそういったことはしなくってもう若い時若ければ若いほどいいんですね私のようにもう20代からもう株でも不動産でもいろいろやるなぜかというとほとんど失敗に終わるからですほとんど失敗に終わるので失うものが何もない20代とか学生の時からやってる方がいいんですよもう 失うものがある皆さん、例えば持ち家があってあのこれでこけると住宅ローンが払えなくなるから困るとかもう子どもがいて子どものためにお金がいるとかっていう方はちょっと投資はお金あの手を出さない方がいいですね投資の三原則生活費は投資に回さない生活費は投資に回さない。 2番目すべて自己責任あ,のあ,あれなかったことにしてくださいあお金返してくださいダメなんですよなかったこの二とか金返せ騙されたダメなんですねすべて自己責任ですからやっぱり何事も責任転嫁をする方もう腹をくくれない人は変に欲を出して投資とか起業とか言わないでくださいね。それからあと3番目 とにかく確率としては、あなたが負けて損をする確率の方が大きいんですよ。よくね、あの一か月に百万円、これで私は簡単にとか。それは私のも百万円とか、あの取ることはありますが、だけどここに。 たどり着くまでにどれだけの損をしてきたかどれだけの商材とか買ったかここなんですよ皆さんですから最初赤字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 ,赤字多分どうだろう一千万円ぐらい使ってようやく黒字になるみたいなその不動産とかその投資ですよね株とかあの FX とか本当になんか皆さん FX がお好きでびっくりするんですけど FX なんかももちろんあの うまく正しくするとボロいんですよ私も20倍ぐらいとかポンとできちゃうんですがでもここにたどり着くまでにどれだけの大損をしてきたかどれだけの時間とお金を使ったかだから私は FX とか教えないんですなぜかというと FX とかを学べるだけのメンタルができてない人がほとんどなんですねだからやっぱりまずは皆さんいつも言いますねまずは心ありき メンタルなんですメンタルができていない人には投資のとのと字もダメです、ね、まずメンタルはできるためにまず心ありきということでこれはそのとりあえずネットワークビジネスとか何か副業を始めて揉まれてください。もういつも言うようよに友達と ビジネスは違いますよって言ってますすよよっってて言ね友達と思ってたのに友達だから声かけたのになんであなたはとかそれ言ってるレベルはまだまだダメなんですよもうそういったことを全部乗り越えてもう本当に修羅場をいっぱい乗り越えてそこでやっと人間的成長した方が次に投資の世界に行くんですねで投資の世界これまたゼロサムゲームなんですよ負負けけた人9割負けますから 負けたあなたの口座から1割の数方に口座にお金が移るだけなんですけれどそういったことが理解できるそれを乗り越えるそれを平気になるもうああお金を失ってしまった吹っ飛んでしまった子どもの教育授業料とか投資に入れたら吹っ飛んじゃったとかってねもう夜も眠れないっていう方は投資はダメなんですね。そういうい感じでまずは ポートフリオワーク複数の収入まず副業例えば週末だけなんかお掃除をするとかなんかどっかのおうちにねあのベビーシッター行くとかそういうちっちゃいところからまず始めてください。まず まずは経験とといいうことで企業から始めてください投資はもうそのまた先のそのまた先の本当に神メンタルがないと投資はやめた方がいいです。わたくさん「ハートマークありがとうございます」あの「本当にありがとうございます」あの「きっとあの私の言ってることが分かってる方っていうのはもうそうやって皆さん血と汗と涙を む結果今がある方々なんですね。まあ本当に皆さんそういうことなんですよ。あの決して甘くはないです。甘くはないですが、チャレンジするだけの価値があります。 ぜひやってみてみくださいでここには、その、自己分析の方法、時間管理の方法、どういったことから始めるかということが書いてありますので、ご本もいいですし、また、海外にお住まいの方は、Kindle であの読んでみてください。今日は本当にありがとうございました。でまた、さらに詳しく知りたい方は、まあ、私の,あのオンライン、オンラインセミナーでお金の勉強をしてください。では、そういうことです。本当にありがとうございました。失礼します。ごきげんよう。さよなら。